やあ諸君、今回も無双の地図アルティメットやっていこう。さあ今回は洛陽の戦いだ。さあ左近だけ置いていくというメンバー編成でいけるじゃないか。で代わりに、そうですね、宝山城、いや久々に芝生を使ってみようか。もう経験値がないからね。巨匠での勝利により討伐軍はついに酒呑童子を確保した。太公望は連日酒呑童子と語らい研究を進めた。そして巨匠に残されていた資材を用いて兵器の建造を始めた。もはや誰の目にも明らかだった。幼者討滅のための方法は見出されつつあった。そんな折、洛陽に幼者の首の一つが迫っているとの報告がもたらされ、酒呑童子を伴って現れた太公望は全軍に指示を出した。洛陽へ向かえと。幼者はこの洛陽に向かっていると聞く。太公望、なぜ我らはここに来た。ひょっとしてすでにその通り、幼女に対抗する手段を見出した。巨匠から大事に運んできたこいつが、それってわけですか。酒呑童子の精を集め打ち出す兵器だ。そうだな、ヤシオオリとでも名付けようか。幼女を倒せるのか。それを確かめるのだ。なあ、失敗したなら逃げ出せばよ。うろんなことだな。なるほど。ああ、じゃあ酒呑童子連れてこればよかったね。あ、こいつこんな、ああ、買ってこればよかったじゃん。レベルの割に弱いことになるな、これだと。ああ、こいつもか。しまった。全然武器買ってきてない。太陽者用の兵器、ヤシオオリを城壁付近に設置した。だが、起動までにはしばしの時が必要だ。私と酒呑童子、兵器、いずれが欠けても勝利はない。少々よろしく頼むぞ。うん、あ、じゃあつか、なるほど。私の役目は兵器の守備です。大役の責任果たしてみせる。あれが太公望が作ったという兵器、叩き壊してしまえ。もうそこにいるんだな。太公望のやつは何か企んでいるようだが、城を落としてしまえば何もできまい。ここで口当てろ。人生あがくがいい。大将討ち取ったり。広大に広がりすぎだな。だ、左多いから左に、真ん中のやつを軽く倒してから行きたい。これぞ天の助け。さあ倒した。このそうだ、左か、左3人いるんでそっちを対処しに行こう。さあチェンジ、芝生で行こうかな。お寝ごと神子大客不評やりやがったな。あいつめ、ノックバック一切ないじゃないか、リュウキン。
命のため、その妖者をわしが守る。政宗め、あいつは捕らえて殺した方がいいんじゃないか。目の覚める戦ぶり、お見事。あれだね、若干減ってんのか、もともとあのゲージなのか気になる。あの妖者こそオロチ復活の兆しを貴様らに打たせません。わあ、急にやってきやがったこいつ。敵将撃ち取ったぜ。させるぞ。みんなあと少し耐えよ。間もなく準備は完了する。自分狙い。さあ、とうとう門巻いたか。まずいまずい、足元に足元にどんどんくれ。オーケーかな。結構時間かかっちゃったな。やるじゃないですか。敵が上に向かってラリステン同士になってる。ならば芝生で対処しようかな。お、止めろよ誰か。入れないんだよ僕。マジね、クソ、誰かやりさして止めろよな。言っちゃったじゃんあいつら、何のために配置されているんだ。おらおらおら、なんか遠すぎる。あの二人使えばじゃあ対象なしなのかな。それともまあまあよくある無双であるパターンなんだが、対象が二人出てくるパターンかな。いていていて、左からまた二人来るね。期待に応えねば。おいしい。危ない。危ないな、危なかった。ここで潰す。終わり。うわ、そういうのずるいって、そういうのずるいって。おいしい。さあこれね、乗っていいと思うんだよね。ようやく乗れる。勝手に撃つかな。あ、撃つか。ヤシオウリはあれに乗ればいいんだ。完成した。これを使えば妖者を打ち倒せ。さあ反撃ののろしを上げると。下に出しといて乗れるかな、わかんないや。
ヤシオウリの自分性を同じだ。幼者の動きを見極め、これも効くの？弱点を見て続けて打ちすぎるな。気候が焼けつき、しばらく操作不能になる。反動がすごい、反動がすごいんだよ。やば、死んだよあれで。倒したよこっち。オロチ復活したんですけど、みんなよくやってくれた。幼者からあのようなものが生まれ、事態悪くなってませんか？恐れることはない。すでに一度打ち倒し得た存在だ。さあ人の子らよ、今再びオロチを超えよ。しまう。危ない。ザコは黙ってろ。ザコは一騎打ちや。これはオロチの力、惜しい。ここまずまず殺したんですよ。しよし狙ったからね、ちゃんと狙ったからね。今この違和感は圧倒的な力、その奥底に潜む闇もオロチをオロチたらしめていたもの、何一つ感じることができん。まだオロチじゃないんだな、抜け殻なんだね。やはりあれは活度を上げよう。えいえい、おお、これで幼者を倒したんですかね。倒したのかな。撃退には成功したようだ。だが滅するには至っていない。オロチを吐き出した幼者は地の底を這い巣に戻ったのだろう。奴らの巣にはあんなのが8匹もいる。全て打ち滅ぼすには兵器の数も攻め入るための兵力も圧倒的に足りないな。人間の数は減りすぎましたか。幼者が吐き出したオロチ、あやつは本当のオロチではない。あれはただ滅びをまき散らすものじゃ。あのようなものをわしは認める。どうやら俺たちがついてってたオロチは本当にいなくなっちまったようだ。いい加減認めなきゃならないかね。その上で見定めるとしようか。しれっと仲間になりやがったなこいつら。見事なもの。よし達成。外邸の戦い。さあ、あの兵器を複数持ってして過去に戻り、過去ってやない、あ、未来だな。未来から今過去にいるから、こっからしたら未来か。残されている第4章のどこで倒せるようにしなければならない。それを使いこなすための戦力が足りぬとは。皮肉だね。まあ、さっきまで王者についてた俺たちな。そんなこと言えた筋合いじゃないがね。ふん、関係ないわ。人はそれほど急速に増えぬ。兵器を量産する資材も足りなかろう。せめて幼者の出現前に戻れればね。これ人からね、過去に戻るんだよね多分。ならその辺にいる老人を連れてこれば、その老人がっていうのはないな。よう正則、どうした？義経さん、俺を射程にしてください。射程？あいにく間に合っている。8000人くらいいるんでね。あっ、ひらりとかわされた。こんだけか。これなんだ、これ一人一人にあるのかこれ。見てみるか。でゆくゆくこれにつながるようにするんだけど、あれもういいのか。ちょっと待ってね、星のレベルが違いすぎるんで寄り道をするというか、まあとりあえずこれやろうね。とりあえずこれやんないと話にならないか。
3章がさ1、2で3じゃんね。戻るんじゃないのかな、一旦4いっちゃうのかな、気になるところ。まあ次回は関ヶ原の戦いをやっていこうと思う。ではでは。